ゆうや,やさん、どうもです。かぶさん、8月最後の1日ですね。台風が消えても大雨にも注意だそうです。台風の最新情報を見ようとすると、X ではイブン、インプレ、何インプレゾンビばっかり、えー、ゾロゾロ湧いていて困ります。あれは迷惑だから、イードマスクさんは何とかしてほしいですね。あと、24時間マラソンは中止になったり、あ中止にはしないみたいですと。あいう、そういうことですね。 インプレゾンビってなんだそんなあるんだな。なんかインプレのゾンビ。偽物インプレってことつまり。うん。え、久保さん、兵庫県の父は想像以上のやばい人な感じがしますね。え、百条委員会でも、自分は悪くない。俺を怒らせたら方が悪いって本気で思っていそうな感じがしますね。え、記憶にないですって言ってるみたいですね。うん。え、メンタルだけは強いですね。ということですね。 ちょっと想像以上のヤバさがあるということみたいですね。ちょっと見てないんで分かりませんが、えー、異常な感じだそうです。うん。はい。ユ、え、ナ、ー、さんどうもです。株主の会おはようございます、えー。台風は相変わらずのろのろ。今和歌山県あたりで動かないで停滞をしています。いつになったら動くのやら。近畿とか東海、関東では雨がたくさん降って大変なことになっていることもところもあります、えー。交通機関も運休のところが多いです。 台風の震度のせいで北陸はフェーン現象です一番嫌なパターン、うん、おまけに湿気が多くてなおさら不快感がこれ以上に被害が広がないように早く日本から離れていってほしいですということですねようん、さんカム君を運んです昨日は私の地区も30度超えでしたが夜中から豪雨雷ニュースで東京が映り下北沢で強い雨 うまくお姉さま大丈夫かな自転車で、えっ、ー、と、仕事をしているのかな変な台風、さらっと消えてほしいですね。背ね根ということで、自転車はちょっと危ないですね。この状態で。うん、はい、えー、佐々倉さん、おはようございます。今朝は曇っています。本日8月31日は野菜の日です。 カバ、えー、さんに質問です。お好きな野菜や今後食べてみたい野菜は何かございますか雨のち曇り旅行で予想最高気温は30度です。好きな野菜は…なんだろう…ちょっと考えようかな。食べてみたい野菜はあんまりないですね。うん。あんまり嫌いな野菜はないですね。うん。 か株、はいえー、君三31日は一応、神奈川県は25度、日差しが差したり、雨はやみました、えー。神奈川西部に被害があったんで、えー、電車も止まっていましたが、一部、ぼちぼち回避されています。お雲が灰色ではなくなって、青空がちょっと見えてきたぞということですね。えー、台風10号は急遽してゆっくりしたせくせに、四国とは割と早くな斜め横断をしましたということですね。はいいっ震度がどううなっているんだろう今 近畿地方あたりにいるのかなはい、ということでした。